ヌークはデンマーク領グリーンランドにおける最大の都市であり、1979年に発足した同等の自治政府が存在する首都である。正式名称はカラーリット語のヌークであるが、デンマークの人にとってはゴッドホープの名称でよく知られている。かつては地図帳にもゴッドホープと記載されていた。文化で知られている古代のエスキモーが、 紀元前2000年にはこの地に居住していた。バイキングは10世紀にこの地を探検し、以来16世紀までノース人とイヌイットが住むことになるが、両者に交流はほとんどなかった。16世紀に入ると気候の変化によると推定されるが、ノース人の流入は途絶える。ヌークはノルウェーのルター派の宣教師、ハンスエゲデによって設立された。エゲデは佐賀に見せられ、 デンマークとノルウェーの王であったフレデリク四世からグリーンランドへの戦況と植民の許可を獲得した。グリーンランドはデンマークノルウェー同訓連合の下でノルウェー領であったが本土との交流は耐えて久しく、この島に到着してみるとデエン人の居住地はすでに廃墟と化しており、エゲではイヌイットしか発見できなかった。エゲではイヌイットの居住地近くに1728年、 今日のヌークの基礎となる町を建設、これをゴッドホップと名付けた。1733年には天然痘の流行でイヌイットの人口は激減した。1979年にはヌークと改名された。今日のヌークはイヌイットとデンマーク人が共存し、グリーンランドの人口の4分の1がこの年に住んでいる。ヌークはゴッドホーブフィヨルドに面した場所にある。 北緯64度10分、グリーンランドの南西海岸のデービス海峡から1 0トル、また北極圏の南端からは2 4 0トルほど離れている。面積は約10万平方キロメートルである。上空から見たヌーク中心街2014年1月、現在19,843人。都市圏全体では21,341人。ツンドラ気候で、 夏でも最高気温が、摂氏10度ぐらいだが、一般的なツンドラ気候と比べると、冬の最高気温が低く、摂氏5度とあまり寒くない。など、グリーンランド大学ヌークには、グリーンランド大学がある。ヌークの街並み。ありがとうございます。